どうもエルザです。それでは嘘つき姫と盲目王子やっていきたいと思います。さあ前回はね、猫ちゃんに投げられるだけ投げられたんでね、多分このギミックもよく出てくるのかな。いやーでもだいぶ奥まで来たねー、こう見るとね。あ、左か。右だね。おお、なんか綺麗な場所来た。特になし。綺麗だったんだけどね。クリスタルかなんか水晶みたいなね。あ、あれいけないのか。でもどうにかして進まないとって感じだよね。先にちょっと君たち邪魔だから倒しておいて、なんかゲットしたね。まあいいか。よくわかんないけどよくわかんないけど見つけてきたね。よし。おお、なんとなく進んだけど合ってたね。これなんだろう、クジラかな。魚っぽいような感じもするし、でもなんか頭の形的にクジラっぽいよね。どういうこと？ちょっと登ってみようか。はあ、投げていくのもしかして見ないといけない？うんなバカな。まさか見届けないといけないっていうのをね。おお、できたできた。大活躍やな。面白いな。これ逆に言えば自分たちまで上げられたらおしまいってことだよね。あ、いた。これね、向きが悪いとね、やられるからな。よし、あ、危ない危ない。で落ちるしかないよね。危な。危ない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 。君絶対投げられて終わるってパターンでしょそれ。危な。害はないけどって感じか。使い方次第ってところだね。お、来たね。暗い洞窟を慎重にゆっくり進んでいると、穴ぼこだらけの不思議な場所にたどり着きました。穴は岩場の至るところにあり、暗闇の中でぽっかりと口を開けています。真っ暗で不気味な穴から何か危険なものが飛び出してくるかもしれない。姫は王子を守るように
穴の前に立ち、穴の中をじーっと見つめました。すると、わっ、穴という穴から黒くて小さな生き物がわらわらと這い出てくるではありませんか。気がつけば姫と王子は無数の黒い生き物にすっかり取り囲まれてしまいました。ただならぬ姫の様子に王子は姫の手を強く握り、体をこわばらせました。王子、動かないでね。姫は王子に声をかけながら、突然現れた黒い生き物たちの動きを警戒します。でも彼らは花のようなところをピクピクと震わせるだけ。何もしてこない、害はないのかな。姫が警戒を緩めようとしたその一瞬、王子のそばにいた黒い生き物一匹がぐわっと口を大きく広げます。食べちゃダメ。すんでのところで気づいた姫は黒い生き物に向かって飛びかかり、その生き物を突き飛ばしました。勢いよく飛んでいった黒い生き物は岩の壁で頭を打ちつけて涙を浮かべます。頭にタンコブができてしまった黒い生き物はピスピスと鼻を鳴らして悲しそうにつぶやきました。鼻、いい匂い、美味しそう。どうやらこの生き物は王子ではなく、王子の持つ鼻を食べようとしたみたいでした。王子は声を頼りに黒い生き物の方へ近づこうとします。あ、王子、危ないから私が話を聞くよ。黒い生き物が化け物だと隠したい姫は黒い生き物の中の一匹と小声で話を始めます。自分たちはモグラだと主張するこの生き物は、目はあまり見えない代わりに鼻が利き、いい匂いのする花が大好物だと言います。洞窟に花は咲きませんが、時々風に乗って外から花びらが舞い込むようです。それがモグラたちにとって最高のごちそうなのですが、めったにないことなのでいつも激しい奪い合いになります。それによって死ぬモグラが出ることも珍しくないとか。姫は彼らの正体がモグラだということは隠して王子にその話を伝えました。そうなんだ、分けてあげたいけど、これは大事なもらい物だからあげられないんだ、ごめんね。王子の言葉にモグラたちはピーと鼻を鳴らしました。その悲しそうな音を聞いた王子は姫に提案します。この人たちのためにお花を摘んできてあげられないかな。姫も王子にあげたプレゼントをモグラたちに食べられたくありません。うん、わかったわ、花を探しに行きましょう。二人の言葉にモグラたちは大喜び。風に乗って舞い込む花びらを道しるべに、二人は花畑を探しに出かけます。へえ、あれモグラだったんだね。まあでもまた魔物を助けてあげるという感じだね、今回もね。そしたらここで一回切ろっかな。ちょうど切りがいいんでね。ちょっと早めですが、今回ここまでにしたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。